1でいきましょう。あ、1ね。頼む。じゃあ他になければこれを使って。ちょっとね、ダブリを捨てるだけ。うん、まあ俺も取らない方がいい、これは。マジか。俺は常に最善を選ぶだけど、まあ、まあ割といい。割といい、割といい。うん、じゃあカムね。おお、あえてのカム。はい、よいしょ。さあ、2、1と2。まあ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 、いや、苦手なんだよな、こう来てしまった俺の番が。今んとこさ、誤差1個だけだもんね。いや、誤差、まあ、バランスは取れてるはずなんだよね。なんつうの、うん、その一ターンごとのさ、誤差はさ、2とかないもんね。あ、今0のはず、うん、あの最終的にはね。そうそう、うん、プラスマイナスで言うと、うんうん、だからここでプラス1だね。そうだね。はぁ、おぉ、なんか合わせていくスタイルだね。どういうスタイルだよ。他のスタイルどんな、他のスタイル、他のスタイル投げるみたいな。投げる、それ次突っ込む、挑戦してみる。もう強心じゃない。下からこうくってちょっとやってみて。やめ、ちょっとずれた、くそ。いや、でも、え、大丈夫じゃない。バベルスーパープレイシーみたいな。これがこうだから、ちょっとヒロの中でスタイルを見つけた感あるよね。そうだね。にゃんこ、にゃんこのせみたいな。震える前に落とす。すごいね、両手使うってすごいよね。あ、しまった。あ、ハンドグラフ、ハンドグラフだよ。まあまあまあ、起きてますよ。怖い、取り方が怖い。怖い、怖い。お、こと。こいつは危ねえぞ。これはちょっと微妙。ちょっとこれ俺、ダメだ、助けてくれ。そう、置き方のルールとして、壁カードはそれぞれのカードの中に収まらないといけないっていうルールがあって、ちょっと隣のその組み合わせたカードに両方とも入っちゃうとアウトみたいな。なんかあれだよね、お手つき減点とかそういうのはないから、今みたいにもうちょっとやり直し、やり直し。ダメだ、震えを抑えたらこうなった。会いたくて会いたくてしたいのか。そうか、飢えてるのか。お互い離れちゃったね今。あー、なるほどね。いやー、でもみんななんかうまく嘘ついてるよね。だってこの中にだってさ、まあ、いるかもしれないよ、ね、いるんだ、絶対バッチし合ってるのに、ないわーとか言ってるかもしれないから、ね、うん、そっか、それもあるね、うん、そうやってそう最適解をさ、うん、こう消費してさ、あとあと苦しみようとしてるわけ。そうだね、うん、あるね。これちょっと今バランスが崩れてるから、うん、このサンダーを使いたいと思います、うん、このサンダーを出すと今すでに建設されてる塔を一段取り除くことができるので、ほうほうほう、このバランスをちょっと直していこうかなと思い、お、はいはい、うん、やっぱこれがちょっと、これちょっと怖いなって、うん、私これ乗せられる自信ちょっとなかった、うん、じゃあまあ何でもいいのなら、うん、俺たち気が合いそうだな。おお、なるほど、うん、まあ何でもいいんだったら結局ね。なるほどなるほど、何でもいいんだったら、うん、カムイの石。俺もそうだね、俺、うん、もそう、うん、じゃあアミ君と気が合いそうだから、アミ君のやつを、まあね、まあサンダー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 、まあ組み合わせるし。え、でもアミカここでサンダー消費してくる、する？え、数は持っといた方がよくね。え、手札にあった方が、手札にあった方が、そう、え、よくわかんねえ。いや、いざって時に使えるから、え、数字揃えたとこがよくね。いや、まあ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 、それはそれは芝居、それは考え方だな。まあそれも一ありかなとは思っちゃったな。じゃあヒロが建設してくれたこのバーベル、俺の布石がなくなった。怖いよね、取るときに崩れてもダメなんでしょ。大丈夫、そこまでやり直さなきゃいけないになっちゃう。よし、はい、なかったことに、なかったことにね、なかったことに。何あるじゃん、ダイエットサプリメントなかったことに。ああ、今回はスポンサーがつきそうな感じ。
さんついちゃう。いやー怖いな。でもこれもちょっと若干怖いんだよ ね、まあ、ねこいつがね、そう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 、起きてるから。いやでも今のを怪しまれるとは思わなかったな。じゃあとりあえず俺は読んで、うん、あー、はい、あ、なるほどね。じゃあまあ決まる、バッチリ安定の感じ。そう、これも多分医師と同じかそれ以上にバッチリ。それ以上にってどうだろう。対抗してくる。コンマ下ねえぞ。いやいや、これバッチリ噛み合うよ。うん、神々の塔っていう。何それ、プラマイゼロにできる。全員、マジで。お、逆に俺ね、炙り出そうかな。いや怖いな。でもな、22でしょ今。ゼロだもんね。ゼロ、ね、じゃあいや、ちょっと 安定感が良かった一心、ね、にしよう。41じゃねえかよ。おいおいおい、ここで来よったよ。一心来たな、ちょっと。いやいや、何何、あれ俺行き出しちゃった。うわぁ、出たよ。ごめんごめんごめん、下手だね。下手だ、下手だ。やばい、もう。ただこれでイッシーが崩したらダメなんだからね。そうだね。俺はね、俺は手先はあれだよ。ダメダメじゃねえかい。ロレツが回せるね。これサンダーで怪しいと思ったけど、はい、そっちか。これだからさ、逆にさ、うん、一心に崩させちゃえば。いやでもね、今ゼロの状態で14だから、うん、まだそんなに傾き出ねえと思うんだよ、だ、ね、俺、うん、もしそれで一心がバッチリだったら、カムイが絶対この人ね、俺に崩させようと思ってる。あ、なるほど。なるほどね。あ、この肯定さ結構あるなこれ。これ結構あるぞ。3の差ってこんなもん。まあ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 、俺だってね、全力で立てるからね。またまた。で、とりあえず自分が全力で立てておけばいいって思ってる。もう俺はね、ちゃんとやるよ、そこは。俺はそこは。何をちゃんとやるの。帳尻、帳尻合わせてくれれば信用するけど、うん、もう、もはや、ここは一心が積むってことを考えると、うんうん、あの同じ数字で合わせに行った方がいいと思う、俺は。うん、さあ、俺は5でも出すね。5か、うん、どう読み合うからね。そうだね。あの同じ誤差でバランスを取るっていうのを結局やるのはね、は意思だから ね、逆にな、余計傾いちゃう。そうだよね。じゃ、まあ俺の中でこう一番被害の少ないであろう、逆に意思、カムイが強心者の可能性もあるからね。カムイね、強心者同士で潰しちゃったら負けになっちゃう。そうだね。なんでそのなんだよ。なんだそれは。もう俺はがっかり、がっかりだよ。いや、これバッチリだよ。ヒーローがバッチリきたね。いや、何それ。私もこれだったらいける。高みの見物感っていうか、なんかもうすごい神してるね、強心者ゆえの。これはもう、これはもう一心にとってのミミズ千匹だよ。よし、俺はね、カムイを選ぶ。ドン4。なるほど。まあ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 、こっから立て直していこう。こっから立て直していこう。そうだね、いけるいける。さあさあさあ、どうするんだ。さあ一心、3の差を4にするのか。さあさあ、どうすか。もうやるなら思い切ってやれば。まあまあ思い切ってだね。うん、アメリカ人がこう言ったってね、ベイバカだ。バカ。隣の囲いに塀ができたってね。へぇー。動揺している。あー、これすげーな。マジかよ。めちゃめちゃ傾いてるじゃねえかよ。バベってる。ちょっと待って、2つ先に俺がいるんだぜ。やばい。あのヒロさん。もうヒロ心配してる。もうやばい。え、そっちから行く。あ、逆に自分積むのハードモードじゃない。なんか逆クリーンナップみたいな。でも大丈夫。
倒れるでしょ。ライン越えたらライン越えたらダメ、ライン越えたらオフサイドトラップ、オフサイドトラップ。7段目でしょ。次立つ、次立つやつが勝ちなんだよ。あ、おーおーおお。次でいけんじゃん。いけんじゃね。建設者が立てば俺の負けになっちゃう。あ、もう言っちゃった俺。いけんじゃね。いけるいける。カムイ。マジっすか。カムイにかかってるよ。カムイにかかってるよ。嘘。これすごいな。ただあ、ちょっと確認していい。うん、言ったら9段になるんだよ。言うタイミングって自分のターンじゃない、手番じゃないけど。ね。そう、強心者は、うん、バベルと叫ぶことで、うん、幻の9段目を作成させることができるんだけども、じゃあ自分の手番が最後じゃないとダメ。自分の手番が最後じゃない。そう、だからカムイの手番に、カムイが強心者でバベルっていうと、うん、もう1段ってなる。うん、なるほど。そう、来週は今回はそのバベル機会はなかった、なくなったね。はい、とりあえずおそらく今のところ一番使われてないんじゃないかなという1で、はいはい、あるかな。もうとにかく立てることだけ考えていきましょう。神強心じゃないよな、信じるよ。これを選ばればいい。はい、うーん、本当にもうこの2人のやり取りを考えてもらえれば、そうね、俺がもう、まあ、ただカムイが崩しちゃってもカムイはどっちにしろ負けになっちゃうから、カムイは立てなきゃいけない。そう、俺はとにかく立てる。じゃあこれも選ばない方がいい。はい、ね、カムイのその思考的にはやや。はい、これは絶対に選ぶなよ。絶対に選ぶなよ。その芸人をくすぐるような言葉遣いやめてあげて。これはカムイの出したカードに超安定だから、あえて捨てに来た。絶対に選んじゃいけないから。やばいやばい、すごいすごい、これ選んでるね。魔力持ってるね。すごい選んでる。強心者の魔力持ってるよ。マジか。勝ちに行こう、勝ちに行こう。でもみんな選んじゃいけないって言ってるんだよ。だってほとんど、いや、おみくんね。いや、これで石が1とかだったらすごいね。はい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 、まあそうでしょう。何番？ん？2番。ああ、そうだね、いいね。2、1ですね。今差が4ぐらいになってるからね。うわ、こうだからね、今こうなってるからね。あ、そう、逆なん。あ、そう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 、差が4。あ、数字が見えるようにね。あ、怖い。今こうなってるからね。怖い。ちょっとスイカ割みたいな感じでしょ。もうやっぱこっち側に置いた方がいいってことだね。そうだね、どっちかって言うなら。うわ、ほんと急に均衡崩れてるよこれ、ね、これ無理だよ。これこいつよりも内側だといけないんだよね。こうだとダメだ。あ、それはいい。あ、それいいんだ。それは大丈夫。そうしてみてもいいか。ね、大丈夫か。いや、いけるかな。優しくだよ、優しく。机ドンは一番やっちゃいけない気持ちだよ。うん、おぉー。おいおいおい、そういう深夜のハンドのタイミングとかしなくていいからよ。カメ、カメ、お前今どのカメラにも映ってないから。もうね、みんなの表情映ってるけど、カメラ映ってる。いや、もう分かってるけど。あ、両手使えばよかった。崩れちゃった。今回は塔が崩れたということで、じゃあカムイ人格カードオープン。止まらないよ。どんだけ出るの。い
逆に今日は乾燥してるから建設者ああ、強心者の勝ち強心者強心者危ねえとめっちゃ危ねえと思ったマジかよよっしゃーわでも広間で言ってたらバメルって先輩だったからねだからめっちゃ聞いてたでも俺立てられる自信がなかったというわけで、ね、じゃあちょっと強心者これ崩しちゃってくれええせーのそこにハッピーバースデーやったーいいとこまで行ったのになうわもう逆に立ててたらヒーローだなそうそうだ ね、うん、でも俺無理だと思ったよそうそうね、完璧ヒーロー2つ前で一番厳しいよ確かにねいや、面白かったいや面白いね面白い、うん、あの組み立てていく系のさ、うん、キャプテンリノっていうゲームがあるんだけどさ、うん、このね、その人狼要素というか正体陰徳要素が入るとこれ、おらいいねこれ完成させてな、うん、本当にこれのなんていうの使用例というか見本みたいな展開になったねねいいとこまで言っといて、うん、いいところで裏切ってくれるうまいなくそーじゃあ石井広締めてくれおじゃあ石井頼むそれじゃあここまでのご視聴ありがとうございましたありがとうございましたいやバーベルのと崩してやったぜうなつワクワクドイツゲーム実況プレイ実況プレイチャンネル登録&マイルス登録よろしくなよろしくツイッターのフォローも Facebook のいいねもぜひぜひよろしく頼むぜよろしくちゃん YouTube の動画にコメントすると俺たちがコメントを返しに行くからな返しに行くよ次回もお楽しみにお楽しみにヒロのキャラブレが激しい